おはようございます。あ、よかった。ちょっと接続悪かったですね。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。昨日の夜一回スマホが行方不明になって、すごい30分40分捜索して焦りましたけれど、無事になんかキッチンのなんか変な台の後ろの隙間に落っこってて、なんかないとね、焦りますね。ゴミとか全部開けたりして探しましたけど、無事に見つかりまして、今朝も配信することができました。それだけで、スマホがあるだけでありがたいみたいになっている今日です。今日は5月の4日の火曜日ですね。では瞑想するピアニーノ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。
終わりました。ありがとうございました。なんか今日はこんな感じでしたね。今日今ふと思ったのが4分の1の奇跡っていう映画があって、今日と明日、大丈夫ですよね、聞こえてなんか一瞬不安、大丈夫です、今日と明日無料公開になってるそうなんですけどね、村上和夫博士っていう、分子生物学者で筑波大学の教授の方がいらっしゃって、その方が亡くなったんだけれども、それでその4月に亡くなって、その追悼の企画だと思うんですけど、まあ、その方が出演していらっしゃる映画なんですけど、それを見せていただく機会があって、でそれでちょっと感じたことと、こう最近こういうのやってることとの、なんかちょっと私なりに思ったことだから合ってるか分かんないけど、今ふと思ったんですけど、なんかその方は祈りとかね、そういうこう漠然とした、ある人たちにとってはすごくリアルに捉えられているけれども、科学的に証明できないものを、そういうね、ちゃんとしたっていうか立派な博士でいらっしゃる立場から、解明、本気で解明しようとして、本当に祈りには力があるとか、そういうことをこう、そういうすごくすごい研究をたくさんされた方で、そういう発表もされていて、なのでこう間をつなぐ役割というか、そうですね、ちょっと上手に言えないけど、そういうことを、すごいことをなさった方で、でそのまあその方も出演されてる映画だったんだけれど、その中でその映画のテーマは、人間とか宇宙とかは、なんで完璧じゃないのかって、その完璧じゃない必要があるっていうか、その状況こそが、なんていうのかな、その一番ベストで、その必要とされてる状態っていうのがその状態だって、まあ、ものすごく雑に言っちゃうと、それをいろいろな形で、あるストーリーをこうベースに語られてる映画なんだけれども、その中で難病のね、女の子で、もう10代で亡くなってしまった女の子の、詩があって、でその詩で誕生日っていう詩なんだけれど、その詩でその子は、まあそのホロスコープっていうか、そう生まれたことによって、まあ、世間一般的に言えば外れくじっていうか、すごく運がね、悪かったわねって言われるような、まあ、ずっと病気で、そして早く亡くなってしまうという運命だったんだけれど、彼女は1分1秒の狂いもなく、この瞬間に生まれたからこそ今の私があって、でそのことに本当に感謝していて、満足していて、この私じゃなきゃダメだったって思っていて、なのでその生まれてくる時にこの私を狙って1分1秒の狂いもなく、この瞬間に生まれてきたことっていうのが、本当にこうピンポイントで狙ってきたんだみたいな、喜びとしてね、捉えている詩 でその境地にね、そのまだね10代の女の子が達するっていう、どれだけのそのまあ病気によっての苦しみによってとか、まあもともとそういう彼女の資質もあるんでしょうけれど、すごいことだなと思って、でもそのすごくだんだんね、年取ってくると、いろいろ自分のことを受け入れざるを得なくなると、でホロスコープとかそういうのも見てもらったりすると、分かるなっていうところもこの年になるとすごいあって、ね、最初はこうなりたいって、自我的にこうなりたいっていう自分が
あって目指してるから、まあ、誰でもそうだと思うんだけど、そこの正解とこの自分の、まあ、自分というもの、こういうスペックがあってっていう自分、まあ、ホロスコープでもいいけど、その自分との差をね、あそこがダメだとか、これができないとか、これが嫌いっていうことでなんだけど、その私をこの世に生み出した側から考えると、ピンポイントでこの素材とこの素材とそのキャラクター作るんだったら、何かをこの個体によってさせたいから、そうするとこれ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 を装備させて、これは装備させないで、そうしかならないように狙って、まあ、生まれさせられてきて、まあ、命をいただいて、それで、でもその私とかは知らないから、そのホロスコープは多分何て言うのかな、お題なんだなと思って、そのこれと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 これを使って、何をさせようとしてるんだろうっていうふうに考えていくと、人と比べるとか言ってる場合ではなく、何になるというよりはこれを使ってどうするかみたいな、お料理だったら、あなたの冷蔵庫にはこの素材しか入ってないから、これで作れって言われてるわけだから、まあ、やるし、そう、それ使ってやるしかないんだなって、よく思うのと、それから、こう、これだけこう、ね、年月経ってくると、若い頃とかを振り返った時に、あの頃大失敗だったとか災いだったって思ったことって、あ、導きだったなっていうことがすごい、そのまま成功してたりしたら、これはなんかもっともっと大変なところに行ってたとことが今ここから見ると見えたりして、よく思うのが、明るい部屋の中に虫が間違って飛び込んできちゃって、で出たいのになんか壁とかにガンガンガンって当たって、こうやってる時に誰かがこう捕まえて外に出してあげるとかあるじゃないですか。そういう時って、その虫からしてみたら、いきなりなんか、恐ろしいものが自分を捕まえてこっちに行こうとしてたのに、強引になんか変なところに運ばれてしまったみたいに思うかもしれないけど、でもね、自分からね、自分から、虫から見たらそうだけど、そのもっと離れた視点から見たら、そっちはもう行き止まりだから、でもう傷つくだけだから、その、こっちに行きなさいっていうために、いろんなこうトラブルとかを配置して、でこう軌道修正してもらったんだなってすごく思うので、なんかやっぱりそのそういうことも含めてありがたいとかって思うようになったりしました。あとやっぱりその自我の預かり知らぬところで、そのね、難病の女の子とかも、難病であることで役に立つっていうことがもちろんあるわけですよね。それによって周りの人たちがたくさん救われたりすることもあって、精神的だけじゃなくて本当にリアルにもあって、まあ、そういうことも詳しく話してた映画なんですけど、そのこういうのやってても、私が思ってて、あ、うまくいかなかったなとか、あそこ失敗したなとか、そういうのとは関係ないところで、聞いてくださる方が、全然なんか、何がみたいな、私にとってはっていうところで何かを感じてくださって、で何かのきっかけになったり役に立ったり、だから私の知らないところで私が役に立つっていうこともたまにはあるということを、こうだんだん教えてもらうと、やっぱり人ってとりあえず存在してるだけで、絶対意味があるし、役に、自分は知らなくても役に立つんだなとかって思うこともあるので、まあだから何ってことじゃないですけど、やっていくしかないんだなっていうか、まあ
これで正解っていうか、そのこのこのもこうこう生まれてきたのは、生まれさせた側からしたら、ちゃんとこれで成功っていうか、なので、どう使うかなんだろうなと思ったり、それと、よく思うのは、すぐ喋っちゃうんですよ、私。それで、これ喋るつもり本当になくって、瞑想するはずだったのに、こんなに喋ることになってしまってって思うんですけど、これめちゃくちゃホロスコープに出ていて、ああみたいな、しょうがないなとか思ったり、なので、やっぱりそれはまあ逆らえないというか、そうなんだなと思ったり、でもそれによって、まあその人らしさっていうかだなと思って、まあいろいろ試行錯誤しつつ、やっていくしかないなと思ったりしています、というようなことを、映画から感じました。なんか今日と明日かな、無料公開だそうなので、もしよかったら見てみてください。ということで、終わりかな。あと、お知らせというか、お知らせでもないな、私が象の話ばっかりしてたら、またミニさんが、市原象の国の象のゆめかちゃんっていう女の子の象が、絵を描くのがめちゃくちゃ上手で、鼻で絵を描くんですよ。その絵を描くスタンプをまた教えてくれたり、いろいろと情報を、このインスタつ、あの、このライブ聞いては、なんか象情報を教えていただいております。ありがとうございます。なんか皆さん、いろんな、温かいメッセージをありがとうございます。では今日は、ちょっとまた長く喋っちゃったけれど、これで終わりにします。今日が素敵な一日でありますように。ではまた明日の朝に。ありがとうございました。失礼します。今頃コメント見る。そうですね。使い切るしかないですね、陽子さんのコメントで。なんか今日陽子さんめちゃくちゃ面白い呼吸法やってて楽しかったです。また明日からもよろしくお願いしますって、終わりますって言ってから終わらない、この感じ、すみません。では終わります。失礼いたします。ありがとうございました。